5年後、10年後の日本の姿は、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回は、5年後、10年後の日本の姿は、おもくろ的に探ります。またものづくり日本なので、製造業を中心に解析します。1、現状の日本の製造業と米国の製造業の比較。日本の製造業の市場規模は、米国の製造業の市場規模の約2分の1です。しかし、2023年から2033年までの10年間で、日本の製造業の市場規模は約280兆円にまで成長すると予測されています。一方、米国の製造業の市場規模は約450兆円にまで成長すると予測されています。2023年現在の日本の製造業の日本のトップ10企業の売上高は、米国のトップ10企業の売上高の約10分の1です。しかし、2028年から2033年までの10年間で、日本のトップ10企業の売上高は約2倍に成長すると予測されています。一方、米国のトップ10企業の売上高は約 1.5 倍に成長すると予測されています。2、日本の製造業が今後成長する理由。日本の製造業が今後成長する理由としては、以下の3つが挙げられます。 5G や AI などのテクノロジーの進化、少子高齢化による医療費の増加とそのブレイクスルー、製造業の自動化の進展。 5G や AI などのテクノロジーの進化により、製造業ではこれまで人間が行っていた作業を自動化することができるようになります。また少子高齢化による労働力不足を補うために、製造業では自動化の導入が進むと考えられます。さらに少子高齢化による医療費の増加により、医療機器、ロボット導入や医薬品などの製造業の需要が高まると考えられます。3、日本の製造業が今後直面する課題。日本の製造業が今後直面する課題としては、以下の2つが挙げられます。人材不足、グローバル競争。日本の製造業は少子高齢化による人材不足が深刻化しています。またグローバル競争が激化する中で、日本の製造業はコスト競争力や技術力で優位に立つことが求められています。日本の製造業が今後も成長を続けるためには、人材不足の解消やグローバル競争に勝ち抜くための技術力やコスト競争力の強化が重要です。まずは現状把握と課題の確認でした。次回以降でその解決策等を示していきます。当チャンネルは、皆の意識と行動で日本を元気に創造させることを願ってをテーマで発信しております。よろしくお願いします。その他、取り上げるべき、取り上げてほしいテーマがありましたら、コメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。面白かったと思う人もチャンネル登録願います。面白くなかった人はその内容を、ぜひコメント入力願います。次回動画も頑張ります。その他、追加で知りたいこと、疑問点がありましたらコメント欄に記入ください。可能な限り対応させていただきます。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。